ソイルワークは、スウェーデン出身のエクストリームメタルバンド。創設者ビオンスピードストリットを中心に活動し、メロデス等の分野から高い支持を得る。2000年代以降のヘビーメタルのスタイルに大きな影響を与えた。創始者ビョーン、ビオンストリット2007年のライブにて、ドイツバッケン公演1995年、インフェリアブリードというバンド名で活動を開始し、 1997年に原稿へ改名する。セカンドアルバムザ・チェインハート・マシンまでは典型的なメロディックデスメタルであったが、サードアルバム以降はヘビロックのようなモダンな要素とメロディックなメロディー、サビを多分に取り入れていき一気にファンが急増した。これをボーカルの秒音スピード・ストリットは歌唱パートを取り入れ、ライブの時に オーディエンスと共に合唱することによって、より一体感が得られるからだとした。近年に至っては、デスメタルの要素は、気迫になり、エクストリームメタルと表現されたりもする。このような激しい音楽性の変化のために、賛否両論の声もあるが、インフレームス同様、メロディス界だけではなく様々なジャンルにおいて、若いバンドに多大な影響を与えているバンドである。 2000年代中期は、ギタリストの変動が著しかった。ジューダス、プリーストのロブ・ハルフォードをして、未来のメタルと称賛されたことがあり、カップリングツアーの話が出るほどの面識である。マルクス・ウィボン2016年。ありがとうございます。